この者は私たちのことをイウムと呼びました。イウム、確か北の洞窟で戦ったゴブリンも俺とユージュのことをそう呼んだな。イウムとは暗黒界の言葉で人間という意味です。暗黒界の言葉を用い、そしてこの体育と呼ぼう。やはりこの者はジャイアント族で間違いありません。しかしやはり納得できません。暗黒界の民であるジャイアント族がどうしてここに。俺は力を誇示するため兄弟と共にここへ来た。負けるなどありえない。俺たち兄弟は最強のはず。俺たち、おかしい。このジャイアント族は一人なのに、なぜ誰かと一緒にいるかのように話すんだ。ザクザと言ったな。ここにはお前一人だぞ。ひょっとして兄弟が近くにいるのか。俺一人、そんなはずはない。俺は兄と共にいたのだ。俺たちは離れたことなど一度もない。お前の兄弟の名は。我が兄弟の名はジクジ。ジクジ、ジクジ。どこにいる。ここに生意気なイウムがいるのだ。共に倒そうぞ、ジクジ。我が最強の。いな、違う。最強は俺だ。ジクジではない。俺だ、この俺なのだ。そうか、俺は一人の力を求め兄弟さえも支配しようと。だが違う。俺たちは兄弟で最強。いや違う違う。俺一人こそが。様子が変だよ。兄弟で最強。俺だけが最強。兄弟、俺最強。俺兄弟、俺兄弟。魂が崩壊したんだ。魂が崩壊？一体どういうことなんですか？精神に極度の負荷がかかると今みたいになってしまうことがあるんだ。自分の中にある確固たる観念が矛盾する考えや状況と衝突して起こってしまうんだ。ライオスもあんな風になったよね。ああ、彼の場合は自分の命と禁忌目録を天秤にかけ、その結果どちらも選べずに精神が崩壊してしまったんだ。それじゃザクザは一体どうして。詳しいことは分からないよ。自分たち兄弟が最強だと言いつつ、彼は自分だけが最強とも言っていた。そのあたりに魂が崩壊する理由があったのかもしれないな。とはいえあんな風になってしまうのは恐ろしいわね。全員が同じ状況で魂の崩壊が起こるとは限らないさ。あの現象が起こるのはものすごく硬直した観念に縛られた人だけだと思う。硬直した観念ですか。例えばライオスは自分の命が何よりも優先されるべきものだと考えていた。その考えを曲げることができなかったから自分の中に矛盾を抱えてしまったんだ。モンスターが消滅するのとはわけが違うし、少し衝撃的よね。ああ、暗黒怪人とはいえザクザも人怪人と同じ魂を持つ人間だからな。兄弟についても話していたし、私にとっては余計ね。そうだな。兄弟、そうです、兄弟です。信じがたいことですが、ジャイアント族がいる以上南の回廊は突破されたと考えるべきでしょう。ならば
ザクザの言う兄弟とやらも人海に侵入している恐れがあります。それじゃあ僕たちも南の回廊へ向かわないと。なあドワイエ、まずはザクザ戦で受けた傷を癒そう。今晩はここで野営をして、出発は明日だ。わかりました。エルドリエなら大丈夫さ。わかっています。彼は聖豪騎士、そう簡単に負けるはずがありません。何よりも彼は私の弟子なのです。負けることなどあってはなりません。確かにエルドリエ様が負けるなど想像できませんが、ではザクザはどうやって南の回廊を通ってきたのでしょう。それは俺たちも北の洞窟でゴブリンと戦ったことがあるけど、聖豪騎士がそのことを把握しているとは思えない。もしかしたら氷協会の知らない抜け道があって、そこから侵入を試みたのかもしれない。南の回廊でも同様のことが起きていると。あくまでも可能性があるって話だけどさ。そうですね。エルドリエの敗北が認められない以上、その説は有力かもしれません。とにかく夜が明けたら南の回廊へ急ごう。俺たちでジャイアント族から人海を守るんだ。人海を守る。大丈夫か。問題ない。むしろ好機だ。闇の勢力を打ち、大きな功績を得るためのな。キリト君、キリト君。アスナ。早く起きて。どうしたんだ、そんなに慌てて。メディナ殿が消えました。消えた？なぜ？わかりません。私たちが目覚めた時にはもう荷物と一緒に姿を消していたの。メディナ。キリト君、どこか思い当たる場所はない？わからない。けど彼女がオルティナノスケの汚名返上という目的を捨てるとは思えない。それなら魔獣討伐に向かったってことだとしても、どうして一人だけで向かったんだろう。考えられるのは、討伐することで得られる功績を独り占めするためとか。今俺たちが把握している存在で最も強大な相手といえば、まさかジャイアント族。でも一人で勝てる相手じゃないでしょ。それはザクザとの戦いでメディナさんも分かっているはず。あ、一人じゃないかもしれない。どういうこと？前にメディナを尾行して俺が見たことは、友達として言うべきじゃないよな。でもメディナが危険な目に遭っている可能性もある。前にメディナが夜中に野営地を抜け出して何者かの集団と接触するのを見たことがあるんだ。その次の日の朝、メディナは巨人の足跡の情報を俺たちに教えてくれた。ではその者たちはメディナ殿の協力者だと。俺はそう考えている。けどいつの間に協力者を集めたんだろう。まだ確証はないけど、以前メディナのことを救世主と呼ぶ人に会っただろう。うん、カリウドの天職を奪っていた人だよね。村の外で保護したベクタの迷子の少女も急に救世主と呼んでいましたね。そうだ、もしかしたらメディナは相手に自分を慕わせる力みたいなものを持っているのかも。そんなことができるのですか。あくまで推測だし、本人に聞かないと何とも言えないけど、そうやって作った協力者がいればジャイアント族とも戦えるはずだ。他に手がかりもありません。今はその推測に従って行動しましょう。ああ、メディナがジャイアント族を追ったと考えて、俺たちも南の回廊へ向かうぞ。